スター類をスコル市電は、ロシア連邦のスター類をスコルを走るライトレールである。ロシア連邦の工業都市であるスター類をスコルの電化路線。1976年から計画が始まり、1981年1月5日に営業運転を開始した。他都市の路面電車と同じ車両限界を有する一方、路線は通常の鉄道路線と同様の専用軌道である。 ライトレールとして建設されている。スター類をスコル市とスコル電気夜勤コンビナートからの出資によって運営されており、開業当初は同社工場の従業員輸送が主な需要であったが、それらはバスに移行しており、2020年現在は沿線住民が主要な利用客となっている。2019年までの総利用者数は2億6500万人以上にも及ぶ。 2020年現在、以下の3系統が運行している。そのうち2号線は1号線の区間運転にあたるほか、3号線は他系統と分離した運用となっている。また2018年7月10日からは、車内で健康診断や医療に関する相談が可能な健康路面電車が特定日に運行している。2020年現在、スター・ルイ・オスコルシ電で運行している電車の形式は、 以下の通り、大半の車両はソ連時代に導入された KTM-5M3 だが2001年以降一部車両がロシア連邦やベラルーシ製の新型車両へ置き換えられている。ありがとうございます。